はい、じゃあポーズお願いします。パス。いや、もっとあの可愛いポーズで。可愛い、可愛い、わかんねー。可愛いってどうやりゃいいんだ。そんなあなたにバージョンアップ。第5回は可愛いムーブ研究。パントマイムアーティスト、身体表現コンサルタントとして活動する荒木しげる先生をお呼びして、体で表現するテクニックを学ぶイベントを開催するよ。6月21日18時から開催。満席。なになに？ YouTube ライブでも見られるんだね。なるほどな。バージョンアップでなりたい自分になろうぜ。おっ。